ビアーネストロブストルップは、デンマークのオーフス生まれの計算機科学者。プログラミング言語 C の開発で知られる。1975年、オーフス大学で、計算機科学と数学の修士号を取得。卒業後イギリスに渡り、1979年に、ケンブリッジ大学で、計算機科学の博士号を取得。その後、家族と共に、アメリカ合衆国ニュージャージー州に渡り、 AT&T ベル研究所に大規模プログラミング研究部部長として勤務。C 言語を拡張し、オブジェクト思考プログラミングを可能にした言語である C を1983年に開発した。2002年にベル研究所を退所し、テキサス州立テキサス A&M 大学の計算機科学教授を務めた。2014年より、モルガン・スタンレーのテクノロジー部門で、 マネージングディレクターを務めている。2004年、全米技術アカデミーの会員に選出される。2018年、チャールズ・スターク・ドレーパー賞を受賞。ファーストネームは、ビアルネ、ビアーン、ビョーン。ファミリーネームは、ストラウ・ストラップ、ストゥロー・ストループなどとも書かれる。本人による、自身の名前の発音はこの通りである。ありがとうございます。